マッカーサーフットボールクラブはオーストラリアニューサウスウェールズ州を本拠地とするサッカークラブ。2018年の A リーグの拡大計画に立候補したうちシドニーと南西シドニーの候補が合併して同年8月20日にマッカーサーサウスウェストユナイテッドフットボールクラブとして誕生したクラブである。そして2020から21シーズンからの A リーグ参戦が決まった。 2019年5月15日に、マッカーサー FC に解消、またロゴや、クラブカラーも発表された。ニックネームも、ブルズとなり、監督はアンテミリチッチになるとも発表された。2020年1月15日にトミー・オアーの加入を発表し、クラブ史上初めての契約選手となった。同年2月18日にウォーカーコーポレーションは50%の株を シドニーの二人のビジネスマンに売却、その額は700万ゴードルを超えると見られている。初年度はキャプテンをマーク・ミリガンが務め、レギュラーシーズン6位、ファイナルシリーズは準決勝で、シティに敗れ、ベスト4。クラブのロゴは白地の紋章型で、黒色の外側に、黄土色の線で縁が付けられている。上部には、クラブ名、中央には牛、一番下には、 オーストラリア連邦の7両星が3つ付けられている。牛の意味は、逃走した牛の群れがこの地で発見されたという個事に、ちなんでいる。3つの7両星は、A リーグ、ナショナルプレミアリーグズ、そしてその他のサッカーコミュニティを表している。ロゴのオード色はこの地の先住民族であるガラオールを、表している。中選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。